マイクロソフトエクスプレッションウェブは、マイクロソフトが2007年2月16日より、Windows 向けに販売を始めた、ウェブサイト制作ソフトウェアである。マイクロソフトフロントページ2003の後継として、デザインツール群、エクスプレッションシリーズの一製品として位置、続けられている。本製品は、ウェブ開発者などの利用を想定しており、CSS から細かくコーディングする用途に適した。 ウェブオーサリングツールである。前回までの独自の手法によるタグ挿入からウェブ標準の枠組みである。XHTML よび CSS によるサイト構築が標準となるように作られている。直感的な操作がより行いやすくなるのはもとより、スタイルシート作成、定義がわかりやすく操作しやすいように改善されている。他に、何箇所か強化あるいは廃止されている箇所がある。 なおビジネス等ではマイクロソフトシェアポイントデザイナーの使用が推奨されている。シェアポイントデザイナー自体はマイクロソフトオフィスファミリーの一環として設定されている。2012年に開発が終了した。最終版のエクスプレッションウェブ 4SP には無償化され、2012年12月20日以降は同社サイトからダウンロードできる。ありがとうございます。